You're listening to Shibuya Cross FM. みんなおかえりまる。ゆりまるとかえりの夜ラジオ。イエーイ、よろしくお願いします。はい、始まりました、ゆりまるとかえりの夜ラジオ。このラジオ番組はアイドルの私ゆりまると女優のかえりちゃんが月曜の夜にリスナーからの質問に答えたり、素敵なゲストを交えてのトークもしちゃうゆるふわなラジオです。はい、本日は3月の4日月曜日ということで、3月の放送も始まりました。あれ、かえりちゃん、かえりちゃん、あれ、皆さんお気づきかと思いますが、今日はちょっと急遽かえりちゃんがお休みとなってしまいまして、とってもね緊張丸なんですけれども、今日は、改めまして私ゆりまること平野ゆりが、一人で MC を前半はお届けさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、本当に寂しいね。やっぱりいつも二人でやってたからさ、めちゃくちゃ寂しいんですけれども、あ、観覧来てくれた人もありがとうございます。みんな寒いよね、3月とはいえど、なんかちょっと前までね、本当に春みたいなポカポカだったのに、急にまためちゃくちゃ寒くなったので、本当寒い中来てくれて嬉しいです。今配信でね、見てくれてるあなたも本当にありがとうございます。さあ、今日は3月ということですが、あの先月の2月の放送は、あのゆりまるがね、体調を崩しちゃってお休みをさせていただいてしまって、改めて先月はすみませんでした。ごめんなさい。ゆりまる自身もね、すごく悔しかったんですけど、でしかもあの2月のねゲストは、あの42歳の現役アイドルマリエさんがね、わざわざ大阪からだよ、大阪からここに来てくれて、もう本当に感謝でいっぱいなあの日だったんですけど、だからゆりまるもあのかえりちゃんとね、まりえさんといろんなお話をしたかったので、めちゃくちゃ悔しまるだったんですけれども、今日は2月のお休みだった分もね、ゆりまる一生懸命頑張りたいなと思います。そしてこの、 あのクロス FM さん の、 あのラジオのめちゃくちゃ素敵なところが、こうやって生放送で観覧もできるし、あの配信でね、あの私たちのお顔を見ながらあの聞いていただけるっていうのもすごく魅力的な部分だなと思いますので、今日はね、ちょっとまあもともと緊張しいなゆりまるなんですけど、一人 MC ということで、いつも以上に緊張丸なあのゆりまるのこのフェイスもあの楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますので、楽しい50分をお届けできたらなと思います。後半には素敵なゲストも、交えての楽しいトークをお届けしますので、それでは今夜も楽しんでいきましょう。イエーイ。はい、ということでですね、今日のラジオは早速ここで、ゆりまるのミニライブをさせていただこうと思います。はい、ということで、それでは早速聞いてください。ゆりまる協奏曲と初めてフレーバー。ゆりまるまる、ゆりまるまる、イエーイ、渋谷の皆さん、こんばんは。ゆりまること平野ゆりです。よろしくお願いします。今日のラジオ、いや、いつもなんですけど、あの写真も、あとゆりまるはライブ中の動画も OK なんで、よかったらいっぱい撮って載せてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ゆりまるです。パラレルは広げていきたい、大冒険山盛りしたいから、すれ違いじゃ寂しいばかり、ぶつけ合ってこう、吸い込まれ取り込まれ、魂を揺らす、揺さしてI'm gonna make it right.
ひとつなりお出かけしてみたい。ラクダに乗りたいって、星空を見上げて、とろけそうな気持ちって、ふわふわもどかしい夜だって、飛んでいけたらいいのに。運命線から繋がってたいでしょ、願いを叶えて。こなし沼溺れるたび君を見つけてる。人生をバトンなんかじゃない、バタバタして信じてく失敗のエブリデイ。絶対寝不足だけは可愛くなれないはずだ。クラップ、はいはい、ありがとう。負けないつもり滑り落ちそう、楽園フレーバー、太陽さんさ大胆だねしさ、マジいけないことをしてみたいでしょ、初めてフレーバー、一切合切後にして、今すぐ泣いてる暇はないないない、しゃかりきざかり生きてるラッキー、噛みしめカンバー、ありがとうございます。イエーイ。はい、ということで本日の放送はですね、早速ゆりまるのミニライブをやらせていただいたんですけれども、あの1曲目がゆりまる協奏曲ということでですね、ゆりまる の、 あのソロ活動を始めてから、SE が今2つあるんですけど、みんなね初めて知ったと思うんですけど、しれっとお知らせしました。SA の名前がですね、2曲ともちょっと漢字は違うんですけど、ゆりまる協奏曲という名前になります。わーい、わっしょーい。はい、この2曲はですね、あの今ちょっとね発売日がちょっと後ろ倒しにはなってるんですけれども、あの今度発売するアルバムの方にも入ると思うじゃない、入るんです。入るので、あの発売されたらね、これみんなぜひ自由に使ってもらって、あの例えばなんだろう、着信、携帯の着信とか、あとねゆりまる的におすすめなのは寝起きのアラーム、朝からさ耳元でさ、ゆりまるまるゆりまるまるってさ、ゆりまるに、あのゆりまるワールドに朝から誘われていただけたらいいなと思いますので、皆さんあのアルバムのね発売も楽しみにしててほしいし、ゆりまる協奏曲、そして初めてフレーバーも、あのこれからも愛してもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとう。ハロー、イエーイ。はい、ということでですね、そう先月お休みしちゃったので、あのほんと話したいことがいっぱいあるんですけど、2月はとか2月もほんといろんなことありました。もうねめちゃくちゃ充実してた2月だったんですけど、まずはやっぱりバスライブ、2月のね10日だったよね、ゆりまる人生初めて の、 あのバスライブをやらせていただいたんですけど、あのこの渋谷のね街をバスに乗りながらライブをして周遊するっていうやつだったんですけど、
なんかね、3連休の初日の夕方っていうよりベストタイミングだったのもあってか、ほんといつも以上に渋谷がめちゃくちゃ混んでて、たくさんの人がいて、本当にたくさんの人に見てもらえて嬉しかったし、あの街にいる皆様も、あのもう JK もおじいちゃんおばあちゃんもお兄さんお姉さんもみんな、あの優しかったし、海外からね遊びに来てる皆様もすごい優しくて、いっぱい写真とか動画多分撮ってもらえたの。あれどこに放たれたのかな、載せてほしい載せてくれたかな、ちょっとまだねあんま見つけられてないんですけど、すごく嬉しかった思い出です。それこそね、そのライブの時に、あのこのクロスFMさんの前、ここも通ったんです。ゆりまる通って嬉しくて、あのとっさに気づいたらめちゃくちゃでかい声で、私もクロスFMさんでラジオやってますって叫んじゃって、その時の放送やってた方に迷惑かかってないかすごく不安になりました反省しておりますそうでもすごく嬉しかったです。そうで、あの何よりもね、あのゆるまる的に嬉しかったのは、あの日あの一緒にね乗車してくれたマロウシのみんなもすごく楽しそうにしてくれてたし、あのいっぱいみんなの笑顔が見れて何より嬉しかったなって思います。あ、ただ一つね、そう、なんだっけ、スクランブル交差点でもう何周もしたんだけど、やっぱりね、信号のタイミングによってはまさかのスクランブル交差点の真ん中で結構滞在しちゃう時間があったのよ。で多分そのバスの乗る席の右側が特に、あの街の人たちにめちゃめちゃ見られてしまう席だったので、みんなちょっと恥ずかしかったかもしれないんですけど、ゆりまる的にはどうだ、これが私を応援してくれてる丸推しだぞっていう気持ちもあって、なんかすごい誇らしかったし、なんか恥ずかしがってるみんながかわちくて結構ニヤニヤしながら乗ってましたそうなんで、みんなはねすごい楽しい反面、ちょっと恥ずかしまるな時間もあったかもしれないんですけど、本当に楽しくてまたやりたいなって。ゆりまるはもうバスライブの沼にはまってしまったので、また絶対やろうと思うので、今ね観覧に来てくれてる人で乗ってくれた人もね結構ちらほらいますね。なんで皆さん、またもちろん前回乗ってない人もみんなまたね、開催できた時は乗ってもらえたら嬉しいです。ご乗車お待ちしております。イエーイはい、あとですね、いっぱい話したいことあるんですけど、あ、そう、2月は、いろんなライブもちろんあったんですけど、その中でもあの DMM さんのオンラインクレーンゲームの、コラボのイベントに出させていただいたんですけど、ひるまるもともとゲーセンが大好きで、本当にちっちゃい頃から、今も大人になって今もなんですけど、ゲーセンとかあとガチャガチャとかね、大好きなものを見つけると走っちゃってしまう癖があるんですけれどもそう、そのねクレーンゲーム大好きで、そのイベントの コラボで初めてゆりまるがクレーンゲームの景品に乗りました。わーい、めちゃくちゃ嬉しい。そう、オンラインでできるねクレーンゲームのアプリなんですけど、そのイベントの、MC もさせていただいたし、ライブもさせていただいたんですけど、MC をするっていうのはラジオ以外ではあまりやったことがなかったので、すごく勉強になったし、そこで学んだこともね、これからのこのゆりまるとカエルの夜ラジオにももっともっと活かしていけたらなと思っております。で、そのクレーンゲームがですね、なんと、3月の27日まで今景品が展開されていて、ちょっとねこれはソロなのでね、なかなか難しい部分もあるかもしれないんですけど、しかも唯一のソロなんですよ、他みんなグループアイドルさんだったので。そうなんですけど、一応その景品の獲得数が、上位2位までの方は、池袋か秋葉原の、巨大ビジョンの放映券をゲットできるということで、そう、でも皆さん本当無理しない、無理はせずにね、でもここでしかゲットできない景品もあるので、よかったら楽しんでゆりまるの限定グッズゲットしてもらえたら嬉しいなと思っております。3月27日までの展開となっております。よろしくお願いしますありがとう。あとね、つい最近リリースされたんですけど、LA、 まさかのロサンゼルスの、メイドカフェのオープニングソングをゆりまる歌わせていただきました。わーい。そう、2月はそれのレコーディングもあったり、リリースもあったりとかで、すごく嬉しかったんですけど、
佐々木喫茶さんとのね、あのゆりまるのタッグの曲になるんですけど、めちゃくちゃ可愛い曲になるので、Apple Music だったりとか Spotify だったりとか、いろんな各種配信サイトでも聴けますので、よかったら皆さんチェックしてください。お願いします。ありがとうございます。ということでですね、ここでちょっとお便りを読みたいなと思います。お便りくれた方ありがとうございます。はい、ラジオネームほよほよどりさん、お、あれ前もくれたよね、ありがとう。ゆりまるさん、こんばんは。こんばんは。絶賛花粉に悩まされているゆりまるさんですが、もうすぐ桜が咲く春がやってきますね。桜といえば卒業ですが、思い出に残っている卒業ソングは何ですか。なんだろう、卒業式の合唱曲の思い出などあれば教えてください。なんだろう、でもやっぱり中学生の時の卒業式の曲は旅立ちの日にでした。みんなも歌ったかな。それがやっぱりゆりまるは思い出深かったですね。中学の卒業式はね、もう泣きすぎて本当に泣きすぎて、学校大好きだったので目がねしじみになったんですけれども、まあそれいつもかもしれないんですけどね、ゆりまるライブの時ともしじみになっちゃうのでっていう感じですかね答えられてるかな。はい、ほよほよりさん、お便りありがとうございます。そしてラジオネームタコよりエビが好きさん、ゆりまるさん、こんばんは。こんばんは。あっという間に3月になりましたね。それな、3月といえば卒業シーズンですね。卒業式の思い出やこれから卒業したいことなどあれば教えてください。卒業式の思い出はそうだね、中学はまずめちゃくちゃ泣いて、担任の先生もね本当にいい人だったから、卒業するのが惜しい、もうなんかずっと中学生でいたいってくらい大好きだったです、学校が。で、高校生は卒業式っていう大事な日にもかかわらず、遅刻をしたのと遅刻をしたのと、しかもね、その遅刻してる様子をヘラヘラ、今日卒業式遅刻とかって言って、当時流行ってたなんかバインってアプリわかる？今の TikTok 的ななんかその動画ツールに載せてて、めちゃくちゃ今となって恥ずかしい黒歴史なんですけどとか、あとはね、卒業式の日もゆりまる我慢できなくて、学校髪を巻いたりとかメイクとか禁止だったんですけど、高校生のゆりまるは我慢できず、巻き巻きツインテールで行って、卒業式の式に入る前にめちゃくちゃ先生に怒られたというエピソードがありますね、卒業式終わったらすぐ巻いていいのにね、なんでか18歳のゆりまるは我慢ができませんでしたはい、あとこれから卒業したいことはなんだろう、あ、でも自分の反省すべき点として、なんかいつもちょっとくらいの風邪とかだったらなんか大丈夫っしょ、気合いで治るっしょってタイプだから、なかなかこう病院をめちゃくちゃおろそかにしちゃうタイプなんですね。で、それでよくママ丸とかにもめちゃくちゃ怒られてて、なんで行かないのってもう怒られてるので、今年はちょっともう予防からちゃんとね、もっとできたらいいなと思うし、ちょっとでも具合悪くなったら、それこそ先月ラジオ休んでしまったの本当に反省なので、ちゃんと病院に行くことを、頑張ろうと思います。病院に行かない癖を卒業します、宣言します。はいということでですね、他にもお便りいただいたんですけど、また後半のゲストさんの皆さんと一緒にトークできたらなと思います。お便りくれた方一旦本当ありがとうございます。はい、ということでですね、ちょっとだけ時間が余ったので、先月のねラジオから始まった、カードトークにじゃあちょっと一個くらいできるかな、挑戦しようと思います。これ怖いの、なんかねトークのお題だけじゃなくてカメラに向かって告白とかキス顔とか、もうめちゃくちゃ嫌なやつ入ってんの。もうね、またね、弾きたくないの弾いちゃいました。はい、ラップ調で自己紹介、もう難しいよ、ちょっと待って、ラップ調ダメな、もうここで考えてもよくないからね、いきます。ブンブンチャブンブンチャクラップブンブンチャブンブンチャ、私の名前はゆりまる、みんなまるっとアイドル、なんだか食べたいカレール、今日もラジオ頑張る、イエーイあ、どうどう、イン踏めてたよね、ヨヨヨイエーイはい、こんな感じでじゃあ、ラップ調で自己紹介でした , 笑ってくれてるからこれ良かったかな、ありがとう、ね、遠くから来てくれた方もいて本当ありがとうございます。カメラの前の皆様にも、楽しんでもらえてることを祈りますはい、
でもこのコーナーね、先月から始まったんですけど、こうやって面白い、ことに挑戦したりとか、いろんなお話もできるので、また来月も楽しみにしててほしいし、あとね、毎月お便りを募集してるんですけど、そのお便りの中に、こういうこのカートトークで話してほしいこととか、このラップで自己紹介的な挑戦してほしいこととかも、募集してるので、よかったら思いついたら気軽に、ゆりまるのツイッターから、あ、X から見てもらって、送ってもらえたら嬉しいです。はい、ということでですね、ここで一曲お届けしようと思うんですけど、先ほどもお話ししました、佐々木喫茶さんとの最新楽曲になります。それでは聴いてください。最上級の萌え萌えキュン。お届けしたのは、最上級の萌え萌えキュンでした。そのうちね、ライブでもお披露目すると思うので楽しみにしててください。それでは続いてのコーナー参りましょう。今月のかわいいゲストさん、イエーイ。はい、本日のゲストは全力投球スマッシュアイドルユニット89さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、私の大好きな89さんが来てくれました。じゃあ早速自己紹介お願いします。8です。9です。私たち89です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、本当に
に出てくれてありがとうございます。こちらこそ。だって、新潟から帰ってきたばっかりだったよね。昨日の朝に帰ってきたから、うん、昨日の朝帰ってきた。え、でもなんか本当にハチちゃんはいつもなんか深夜に振り付けを作りにスタジオに行ってるイメージ。しかも、うん、ハチキューさん2人ともめっちゃライブも多いじゃないですか、はい、で、キューちゃんも最近、はい、なんか昨日の夜7時から寝てませんみたいなツイートしてたじゃん。だから2人ともめちゃくちゃ忙しいのにラジオ出てくれて本当に嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ今日はね、ハチキューさんのあんなことやこんなことをいっぱい聞いていけたらなと思いますので、後半はハチキューさんとゆるまるで楽しい時間を過ごしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、そう、ちなみにハチちゃんとキューちゃんはこっち側のカメラからめちゃくちゃ多分抜かれてるので、配信の、ま、みんなにもぜひアピールしてください。はい。ありがとうございます。はい、ということでですね、じゃあまずもうたくさんね話してきたかもしれないんですけど、はい、ぜひちょっとゆるまるのラジオでも聞かせてもらえたらなと思います。はい、まずじゃあハチキューさんのユニット名の由来を教えていただけたら嬉しい丸です。私たちのユニット名はでも本当に候補が、うんうん、まあ、そもそも名前がね、うんうんうん、ハチと急にいろいろあって決まったわけなんですけど、うわ、それも気になる。まあこれは本当にただ私がハチって名前でもともと呼ばれてて、うん、あ、そうなんだ。友達です、じゃあ Q ちゃんでいいんじゃないっていうので決まってて、うんうん、でユニット名の候補って本当にいっぱいあったんだけど、うん、どうもしっくりこなくって、はいはい、もうそのまんまでいいんじゃないっていう。え、ちなみに言っちゃダメだったらあれかもなんですけど、他の候補ってどんなのあったんですか？結構ダサい、うん、ダサい気になる、ったり放送できない言葉だったりあ、そうなんだ。なまとまるのあったっけ。でも漢字のしか覚えてないよ。玉ゆらっていうのがあったり、うん、おー、あと、ね、全然違うね。ね、いや本当にいろいろあったんだけど、うん、もう言えるようなのがそれぐらいしかないかも。そう、気になる。じゃあ後でカメラが回ってない時に教えてもらったら。え、でも89っていうのは2人で考えたの？だいたい、うん、そうだね、そんな気がする。そんな感じ、全然言われたとかではなく、あ、そうなんですね。でもめっちゃ覚えやすくてめっちゃいいよね。よかった。89のままだから、うん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 、でも意外とそのまんま89なんですねからの、うん、どっちがどっちだっけは結構、あ、そうなんだ、うん、どっちがあちちゃんでけいちゃんだっけみたいな。どっちがどっちだっけは最初の頃めちゃめちゃあったりは。そうなんですね。あとは囚人番号って呼ばれてました。囚人番号だねって。あ、そっか、8番と9番ってこと。めっちゃ数字だから囚人番号のなんかね、なんか野球好きなのとか、あ、89だからとか、そっか、なんだっけ、なんか 10? なんかバーンの、うん、あ、そうだ、拳銃の地球式ってあって、名前がそれの名称がバディって呼ばれてるんだけど、その銃がバディっていう名称があって、ほうほう、だからなのみたいな、親友だからバディだから89なのみたいな聞かれたりするんだけど、全然そんななんか深いあれはなく、うん、あ、関係なく。そうなんですね。え、すごい。でもファンの方の名前もナンバーズなんだもんね。宝くじみたいになってますよね。そうなの。なるほどね、うん、そうか。でも2人はもともと親友なんですもんね。はい、それがめちゃくちゃ胸熱だなと思ってて。じゃあそんなその結成のなんかお話とかも聞けたら嬉しい。結成には、うん、でも本当にこれも結構さらっとしてて、うん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 、なんかそんなドラマチックなこともなく、うん、たまたまプロデューサーと私は同じ職場の上司と部下です、うん、で同じ会社だから、まあ、会社の展開を考えるときに、うん、ちょうどね、うん、コロナの時期だったから飲食業だったけど飲食店を出せないよね今ってなって、はい、じゃあ芸能事務所やろうってなって、すごい。で最初私がじゃあ誰がその中で働くのって話で、私がじゃあとりあえず表に出ます、うん、一人で一旦やろうって話で進んでたところに、うんうん、偶然にもそう、今暇なんだって連絡を入れて、うんうんうん、なんか一緒にやりたいって言ったら、あ、ちょうどいいねみたいな。そう、今動いてるんだけどこれでどうって言って、うんうん、そのままその LINE をプロデューサーに見せて、うん、今ちょうど連絡来たんだけど、うん、ちょうどなんだ。ちょうど本当に顔も可愛いし踊れるし歌えるからどうって言って、マジでなんか本当に最初この子ついてこれてるのかなってレベルの速さで、うん、トントン拍子でもうすぐ顔合わせ、すごい。ボケとしてたらデビューしてたみたいな。
みたいな。すごい。本当に結構さらっと偶然と偶然が重なり合って。すごいね。なんか親友だからこそのなんかもう運命的なタイミングで結成が決まった。すごい。ちなみに何歳くらいからの お友達なんですか。中学校から。あ、中学中一。すごい。同じ部活で。本当にすごい。うん、やばい、こんなの押しちゃうよね、みんな。どう？でも親友だからこそ、なんか私がもし89さんとナンパーズさんになったら、うんうん、多分推しが決められない。あ、本当に、うん、2人とも魅力的すぎて箱推しになっちゃう、本当に。嬉しい。でも89さんのそれこそ、あの私、ハチちゃんのね、生誕祭に出させてもらったりとか、うん、あとゆりまるの定期公演にも出てもらったりとかね、うん、それこそ去年の生誕は、カナナーズ、そう、ごめんなさい。全然今日ね、一人 MC になって緊張しちゃってるの、ごめんね。そう、カナナーズさんが出てくれたりとかで、いつも仲良くしてくれて、本当に嬉しいんですけど。でもどの現場であっても、二、うん、人はもちろん、うん、ファンの方もみんなめちゃくちゃあったかいなって思ってて、うん、めっちゃ優しいよね、本当に。めちゃくちゃ優しいと思う、ほんまか。うんうんうん、2人にね、似てるなって思います。いや、推しにやっぱ似るのかな。似ると思う。なんか本当に親しみやすさがすごくて、2人ってゆりまるめちゃくちゃ緊張しいだし、実はすごい人見知りなのね。でもやっぱ現場で会うといっぱいお話ししてくれて嬉しいのが、初めて見たファンの方、ゆりまるとかも多分初めてじゃないみたいに見てくれる、うん、っていうか、めちゃくちゃ優しいなって思ってて。そうなんですよ。いや、ありがとうナンバーズ。ね、ナイス、ナンバーズ。それはありがとうナンバーズ。いや、本当に素晴らしいなと思います。でも意外とね、こうやってたくさん共演してきたけど、うん、こういう結成秘話とかを聞いたことがなかったから。そうね、嬉しい。やっぱり喋ったのって意外と、うん、ないのかもしれない。いっぱいあってるけど、うん、なんかね、なんかどうでもいい話はね、普通にするけどね。メイク、ハイライト、何使ってるの。そうそう、最初それだったの。ゆりまるちゃんとの出会いの会話。そうだよ、覚えてる。可愛くて、そうだ、キューちゃんがね、いきなり話しかけてくれたんだよね。私かな、うん、私だったかな。キューちゃんだった。で、このハイライトどこのですかって聞いてくれて。可愛いですね。それが出会いのきっかけだったね。なんだっけ、渋谷だったよね。渋谷デセオレックス、レックス、あ、そう、レックスだっけ。だよね。そう、なんか広い楽屋の。そうだよね。そこだっけ、うん、あれかと思ってた。あの赤い扉のあるデセオら辺だと思ってた。あー、多分レックスだった。レックスで合ってると思う。私がまだユニットで、うん、その時に対バンさせてもらって。うわー、懐かしい。懐かしい。結構もうだいぶ、そう考えると出会ってからゆりまるちゃんとも。そうだね、相当時が経っている気がする。早いね、うん、意外と。本当に早い。びっくりする、時経つの早すぎて、やばいな、本当に。そうなのよ。でもそんなね、仲良しのお二人に、はい、ここで、あの、初めてね、見る人もいるかもしれないんで、あの、お互いをタコ紹介、タコ紹介してみてもらっても珍しい。いいですか。あんまやらないもんね、はい、でも仲良しだからこそ、なんか恥ずかしいみたいな、できるかな、多分ね。みんなが知らないハチの魅力喋ろうかなと思います。どうしようかな。私からの方がいいかな、これは。どっちからにする。じゃあ私から紹介しようと思います。ありがとう、珍しく。お願いします。はい、こちらボブの唇が大きくてツヤツヤのまん丸のハチさんです。あの、皆さんからは結構真面目、うん、真面目だねってよく言われているんです。しっかり者だねって言われているんですけども、うん、あの、本人本当は B 型、末っ子、甘えん坊なんですね。かわいい。とっても本当甘えん坊なんですけど、あの、やっぱここ相方同士なんで、ちょっと私に甘えるのはキモいねって言って うちらお互い甘えないんですけど、うん、結構落とし物をしたり、うん、いろんなところにね、物置いてっちゃったりとかするような、本当は末っ子な感じがね、普段は結構出てくるんですけども、アイドルやってる時だけしっかり者ハチです。すごい、かわいい。甘えん坊なのめっちゃ意外だった。やばくて知らなかった。新潟で、うん、あの、私楽屋、あの、本当に準備遅くて、でしかも、うん、キスエクさんと、あの、ニコニコ喋ってたら一番最後になっちゃって、あ、やばいやばいって全部まとめて、さあ出ようと思ったら、え、ハチさん貴重品バッグ置いてってるってなって、え、先行くねって言って、ごめんね、逆に先行っててって言ってたら、うん、貴重品バッグ置いてってる、ネタかと思って。そ
その日のその手前もお手洗いに忘れ物したの Q さん回収してくれてたり、私全部、うん、全部人がなんか最後面倒見てくれると思う。めちゃくちゃ意外。私結構普段面倒見てもらいやすいんですよ、うん、どんな人にでも結構、うんうんうん、なのにあのめちゃめちゃ物忘れるから意外と私持ってってじゃあいつも Q ちゃんが回収担当なんだね。回収してますでもめちゃくちゃ意外。なんか私があのコラボさせてもらったじゃん、うん、生誕で、うん、でそのスタジオに入った時とかもすごいパキパキ進めてくれて、うん、しかも確か抑えてた時間の半分くらいですぐ一瞬で覚えてくれて、もうさすがすぎて、だからめちゃくちゃなんか萌えポイント知っちゃいました。そうなんです。ゆりまるにも甘えてほしいです。よかったね。いいいいな。あの可愛いお姉ちゃん本当は好きなんですけど、やっぱこちらの方も、うんね、多分 お互いお話ししてたと思うんですけど、人見知り、うん、似てるんだよね。同じタイプの人見知りだという。そうそうそう、だからちょっと甘えられるお姉ちゃんいると嬉しいんで、うん、いつでも甘えてください。助かります。じゃあ、 あの対バンした時はゆりまるもきゅうちゃんと一緒にハチちゃんの忘れ物ないか探すね。助かります。なんかあります。じゃあハチちゃんからもきゅうちゃんの紹介お願いします。はい、はい、こちらにいるのが、うん、私の相方のキューちゃんです。こんな感じでね、うん、細細でね、本当にスタイル細細細で、ほじょほじょ、小顔でキュルルンってしてる女の子って感じなんだけど、うん、実はキューちゃん、私たちよく夫婦みたいって言われるんだけど、うん、こっちが実は旦那さんタイプで、うん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 、彼氏タイプで気が弱いって言ってるけど、うん、私が変なやつに絡まれた時は、うん、Q さんが大体守ってくれたり、かっこいい。私が車に轢かれそうな時も、うん、さりげなく Q さんが守ってくれたりめっちゃかっこいいじゃん、Q ちゃん。気が弱い気が弱いって言いながら、うん、なんだかんだナイトみたいなところがあったり、うんうん、そして気が弱いって言ってるけどメンタルは鬼強かったり、強いですよね。そうなんだ。すごい謙虚な時と、うん、すごい自信家な時と落差がすごいけど、うんうん、私はこの子が最初、うん、自分のことを楽屋の鏡で見ながら、うん、美少女って言った時にこの子は絶対アイドルでやってけるって確信した安心できる相棒です。よかった美少女よあなた本当に ありがたいです。2人ともめちゃくちゃ美少女、嬉しいでも本当になんか2人だからこそなんかすごい補い合ったり支え合ってなんかもうされてるのが、二人の話してるとこ見るだけですごくもう一瞬でわかるから本当に八九さんってもう押せるところしかなくてもう最高だなって思います。もう私もなんか知り合えて本当に嬉しいです。ありがとう、ありがとう。デレデレしちゃうな、こんなに言ってもらえちゃって、ね、こんななんか面と向かって褒められることもなかった、ね、めっちゃ褒めちゃう、褒めるとこしかないもんしかもライブも最高なんですよ、八九さん本当に嬉しい。もうなんか泣きそうなの、なんか、エモい気持ちになる、めちゃくちゃ嬉しすぎる。2人のまっすぐなパフォーマンスと、あとハチちゃんはめちゃくちゃ表情管理がすごいなって、そうなんですよね、めっちゃいろんな顔を見せてくれるし、キューちゃんのあの全力投球なパフォーマンスと、私歌声もめちゃくちゃ好きなんですよ。やったー、すげー、やった嬉しいそうなんでね、いつかよかったら890とかコラボとかできたらめちゃくちゃ嬉しい。いい、やってくれる？ やろうすぐ。いつやりたい。いつにします。いつにします？いつでも。本当にやりたい。夏とかどうです？やりたい。それこそ神田ナートさんとかも見てて本当に楽しそうで、ゆりまるも入りたいってめっちゃ思ってたから、いつでもよかったらコラボしたいです。やったー、ありがとうございます。嬉しい。じゃあせっかく来てくれたので、みんなも見てみたいと思うので、あの最後一個だけよかったらこれやってもらってもやってみる、いいですか？でん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 、もっと聞きたいこといっぱいあるんですけど、やばいかもしれないよ。聞いてみよう。聞いてみます。ででんでんでん、告白がいいな。ブランナの来ました。ブランナか。おすすめ映画教えてまさかのおすすめ映画。おすすめ映画あるかな。ある？全然パス、パスして次行っても全然怖いな。なんじゃないの、試しに私も弾いてみるか。急にね、映画聞かれてもね、あれだよね。なんだろう。あ、来た。お、怪しいやつ。怪しい。あ、いいの来ました。皆さん見えないよね、多分見せても何ですか？猫語で自己紹介してください。いやー、来ました、いいの引きました、さすが。
ハチちゃん日本語って何やばいぞちょっとだけゆりまるちゃんやってうんうん皆さんあダメだ日本語喋っちゃったこにゃこにゃにゃちはゆりまるにゃんにゃーかわいいこれちょっと無理だねお願いしますちょいつもの自己紹介楽しみやってみるあいいじゃんいいじゃんいいじゃんあるかなハチですキューです私たちハチューですにゃんにゃよろしくおねよろしくおねにゃにゃにゃにしましゃ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 めっちゃ可愛い。内容はあんまりなかったきついな。だからなんか猫語やってるつもりが気づいたら普通にデスマス調になってるよね。これ皆さん可愛かったですか？可愛かったですね。はいということで、はい、もっともっと二人に聞きたいこといっぱいあるんですけれども、はい、ちょっとここで89さんの、曲をお届けしたいと思います。それでは曲振りお願いします。それでは聞いてください。I love you。神様 I love you 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 この星には何もないから I love you 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 君を愛せたらそれでいいよ愛とは何とかヘイトだって含めて全部ロマンスで虹色に錆びついた星変わってくの I love you 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 って
けしたのは893で I love you でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやめちゃくちゃ早いもので、ゆりまるとかえりの夜ラジオもそろそろ終わりになってきたんですけれども、最後ちょっとお便り読ませていただいてもいいですか。はい、ラジオネーム三つ星さん、89のメンバーは演劇のキャリアもあると聞きました。ゆりまるさんは演劇にチャレンジすることはありそうですか。これからも応援してます。ありがとうございます。89さん演劇やってたんですね。そう、はい、二人ともミュージカルやって、ミュージカルやってたりしてました。そう、その出会った頃からやってたりとか、うんうんうん、その後もアイドルになる前までは演劇の人たちでした、うん、だから二人とも表現力半端ないんだね。ええー、めっちゃすごい。ちょっと待って、もう聞きたいことまだまだあるよ。ちょっと全然時間足りないです。ちなみにゆりまるは、ゆりまるも昔舞台をやってて、そうなんだ。そうなんですよ。なんか小学生の役やったりとか、めちゃくちゃぶりっ子な女の子の役とかもやったりしてたんですけど、うん、まあ、もしまたなんかチャレンジできる機会があったらやってみたいなって思います。ちょっと89さんもめっちゃ気になるミュージカルの話、ちょっとまた聞きたいです。ちょっと次のお方行きたいと思います。はい、ラジオネームラッキーさん、89さん、最近お名前を見て気にはなってます。89という、名前の由来は何なんでしょうか。だそうです。はい、うん、さっきとね、かぶちゃんですけど、本当にただ私が、うん、ハチちゃんってもともと職場が8階だったから、うんうん、ハチちゃんって呼ばれてて、8階だったから8階なの。本当に8階なんですよ、ね、あだ名がそのまんま、うん、あの8階のあの子、8階のあの子からのハチちゃんからの、うん、まあ、友達が来ました、うんうんうん、ナナちゃんじゃ普通すぎるような、うん、キューちゃんでっていう、それでキューちゃんなのか。しました。そうか、でも最初は89って数字もだったもんね、うん、名前もね。あ、そうでしたね、数字でした。なるほど、本当にそれだけっていう、そういうことですね、うん、まさかの8階の8ちゃん、8階の8ちゃんから、めっちゃ面白い、友達の9ちゃんが来ましただそうです。じゃあラッキーさん、ぜひぜひね、8ちゃん9ちゃんの89ライブめっちゃ最高なので、ぜひライブにも遊びに行ってみてください。お便りありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、最後によかったらぜひ告知などありましたらお願いします。はい、私たち89は3月10日、うん、ギチギチ激アツギグという、ダウンジャケットを着てライブをする企画をするんですけれども、はい、すごいふざけた企画のように見えて、うん、ここで初めて言っちゃうんですけど、うん、その日に、まず5月ワンマンライブやります。89の日今年もあります。お、そしてそっから先の夏、いろんなことをやりますという告知を全部一気にバンと、その日大事なお知らせさせていただくので、よかったら公式 X の方フォローしてチェックお願いします。お願いします。来場者さんも全員ダウンジャケットを着なきゃいけないの。来場者の方は着てもらうとチケット代が安くなります。お、それは着るしかない。はい、しかもね、着て暑くて、うん、ダイエットにもなるかもしれないし、しかも一番汗かいた人にはいいことがあるよっていうのが、うん、特典がついてくるらしいです。ぜひぜひ着てきてください。めちゃくちゃ楽しそう、ゆりまるも行きたいくらい楽しそう、最高ですね。やった。じゃあちょっとだけゆりまるも告知をさせてください。ゆりまるはですね、今月3月の23日に渋谷スタジオフリーダムにて昼夜とちょっと大事なライブがありますので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして4月の7、8と大阪遠征が決まりました。関西のみんな待っててね。詳細も楽しみに待っててください。そして次の放送はですね、次回4月1日月曜日になるんですけれども、ゲストがキューブリックさんに決まりました。わーい、来月の放送も楽しみにしていていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、お二人今日は出演してくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、楽しかった。いや、楽しかった。あ、よかった、ありがとう。でもマジで今日時間あっという間すぎて、うん、全然足りないので、うん、よかったらまたお忙しいと思うんですけど、いつでも、来てくれる。いつでも呼んでください。来てください、またお願いします。ぜひぜひ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。ということで、じゃあ皆さん、まずはね、3月の10日だよね。3月10日、はい、3月10日ダウンジャケット着てあれ、会場どこでしたっけ。下北沢、うん、ウェイバー。ウェイバー、私もまだ行ったことない。あ、本当ですか。うん、ドンキホーテの近く、目の前あるところなので、ぜひぜひ3月10日はダウンジャケット着て下北に、じゃあ皆さん行きましょう。お願いします。お願いします。イエーイ。
はい、ということでですね、あの今日はね、本当はかえりちゃんという MC の子いたんですけど、うん、そうなんで、また次出てくれた時はね、4人でやれたら嬉しいなって思います。はい、ぜひぜひこれも急遽なのにやってくれて本当にありがとうありがとうはい、あとですね、あの89さんの曲は、曲とか普段あのサブスクでも解禁してますよね。はい、なんで89さんのサブスクだったりとか、あと今日あのかけさせていただいた I Love You のミュージックビデオもめちゃくちゃいいので、皆さんぜひぜひ今日きっかけにしてくれた方ももしいらっしゃいましたらね、89さんの SNS とかいっぱいチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、ゆりまるとかえりと89でした。ありがとうございました。ありがとうございました。